定期演奏会2007式、畑中良介朗読、平野忠彦練馬文化センター慶応義塾、ワグネルソサイエティ OB 合唱団は、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団の在籍経験者により構成される男性合唱団。1953年6月、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団の指揮者であった梅原文雄が、発起人総代となり、 同年の卒業生を中心に発足。1963年には、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団三鷹が発足し、以来 OB 合唱団は、三鷹活動の一つという位置づけとなる。2003年11月には、OB 合唱団、創立50周年定期演奏会2003を、東京芸術劇場大ホールで開催。三鷹会長が、 OB が唱団団長を兼務しているが、日常の活動は運営責任者と団内指揮者によって行われる。約1200名の三日会員のうち、常時約80名が東京の練習会場に、約10名が大阪の練習会場に、毎週1回参加している。週末に強化練習が行われることもある。その他の地域から独集で参加する者もおり、本番のステージには、 約120名が出演する。卒業後そのまま歌い続けている者もいれば、会社を退職後に数十年ぶりに参加する者もいる。活動の中心は、夏に1年おきに開催される、東京6大学 OB が師匠連盟演奏会、または東西4大学 OB が師匠連盟演奏会と、秋の定期演奏会である。秋の定期演奏会は、4年に1回ずつ、 ワグネル柄コンサートと題して、4年ごとの卒業年で、区切ったグループごとに演奏を行うコンサートとなる。近年では2017年に、畑中良介先生追悼演奏会、第6回ワグネル柄コンサートが、練馬文化センターで開催された。また、春に行われる、ワグネルファミリースプリングコンサートと、秋の慶応連合三鷹出演が、恒例行事となっている。 また、オーケストラとの共演や、放送出演なども行われている。他にも、慶応義塾、ワグネルソサイエティ OG 合唱団演奏会や、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団定期、演奏会への参助出演が行われる場合がある。その他にも東京駅コンサートなど様々な場で演奏を行っている。1989年には、慶応義塾、 ワグネルソサイエティオービーオーケストラ、k 応義塾、ワグネルソサイエティ OG ーーが商談と共に、オーストラリアメルボルンへの演奏旅行を行った。当時、エコノミックアニマル、ワーカホリックと、揶揄されていた、日本人ビジネスマンたちが、クラシック音楽を演奏したことは予想以上の反響を集め、現地し、ヘラルドでも、We Are a Not Living for Making Money というキャプションと、共に大きなニュースとなった。 1990年には外務省の日豪生活文化交流の一貫事業をと認められ、オーストラリア西オーストラリア州政府、ニューサウスウェールズ州政府の講演により、現役と合同の総勢200人でパウス、シドニーなどでコンサートを行った。シドニーの演奏会場は、シドニーオペラハウスコンサートホールが提供された。2009年9月には合唱団の現役、 OB 行動で、イタリアのパレストリーナ大聖堂とローマラサピエンザ、大学、アウラマーニャへの演奏旅行を行っている。2014年3月には、大阪にて、関西ワグネル、大阪東モングリー共催による、第4回花の総計戦。同年9月には、森岡にて、復興支援第5回花の総計戦が開催され、東京からも多くのメンバーが駆けつけた。 2019年10月12日には、初の試みとして、バグナーフェスト2019と題し、現役、OB 合唱団、慶応義塾式高等学校、ワグネルソサイエティ男性合唱団、慶応義塾、ワグネルソサイエティ OB オーケストラの4団体、合同による演奏会が済みだ。トリホニーホールにて行われる予定であったが、同日に襲来した令和元年東日本台風の、 ため当日に中止を余儀なくされた。指導者は、ステージによって異なり、団内指揮者が務める場合もあるが、これまで、北村京一、福永陽一郎、木下保、畑中良介、佐藤正弘など、現役に準じた夫人が担当しており、OB が務める際にも、大久保光也、吉川高弘、中光はじめなどの職業音楽家により行われる場合が多い。 ボイストレーナーも現役と同じく尾抜岩尾が務めている NHK クロニクルの記録によるありがとうございます。